私は MC シャネラ岩間。過去はいろいろあった。でも今はゆうこりんや木村さんたちと仲良くやっている。巷では VIP 待遇からの神対応をされている。でも今は周りにも還元してるぜ。 OK イエーイ、ありがとうございました。私は MC よさこい。10年前によさこい始めた。初めは慣れぬに大変だった。いろいろ言われ腰落とせ、顔ニヤニヤすんな。楽しく踊れ、笑顔になっちゃいけないか。むしゃくしゃするし、いろんなことに問い借り出される。でも頑張った分いいことあるし、食事無料で出してもらえる。病院の理事長の自腹で外食に連れて行ってもらえる。社会復帰させてもらえる。病院から退院できる。よさこい運動最高。イエーイ。俺は MCRS だぜ。本当は45歳、今ロールスロイスに乗っているはずだったが、ベースキャンプにいる。夢は叶わなかったが、今は仲間がバッカー。イエーイイエーイ。僕は MC いいかいいか。コロナに対してイライラ大変だけど、でも今が乗り越える時期だ。乗り越えたらまた遊びに行く。コロナ収束したら遠出行くぞ。イエー。私は MC チャッピリー。大阪の南港生まれ。南港の海に沈めたろか、ご存知ないかな。おとなしいけどおしゃべり、ぶりっ子だけどチンピラ。お花畑より路地裏。あー、やっぱりお花畑も好き。悪いけど安心なの。ベースキャンイエーイ。私は MC やめられねえ。タバコも酒もギャンブルも。昔はもっとひどかった。一人になると湧いて出てくる。どこのパチンコ行こうかな。おいしい外食しようかな。あーなんかやだな。なんとか言ってベース休もうかな。困った、どうにもできないな。やっぱベースに行こうかな。イエーイ。あたいは MC トレジャーロッコ。トレジャーファクトリー、トレジャーファクトリー。古着屋巡りにハマってる。これいいね、ソタニンさんに褒められる。おしゃれなワンピース見つかるときはピース。節約できておしゃれなんて最高。節約マインドどこから来るかと聞かれたら、99歳ばあちゃんのトラディション6個。イエーイ。大根干して、かき干して、みかんの皮干して、お風呂にイン。穴開き靴下も繕ってオン。
布も捨てずに切ってお尻も拭こう。取れてなくても心配しないばあちゃん、トレジャーばあちゃん、もらったトレジャー、トレジャーばあちゃん、もらったトレジャー。ソタリさんに褒められて嬉しい、古着屋はトレジャー、イエーイ。これは MC の座だよ、北の国からやってきたよ。東京のど真ん中に暮らしてる、毎日あちこち行ってるよ。大体当事者研究をしてるよ。夜は動物森をしてるよ。 Yeah! Yeah!Yo yo yo yo, 私は MC チェン。時代はコロナの真っ只中、コロナなんかに負けるんじゃねえ。チェゲラッチョチェゲラッと、現状さんが俺に語りかけてくるぜ。俺をもっと罵倒しろ、もっと罵倒しろ。あいえ、チェゲラッチョチェゲラッチョ。Yeah! Yeah!私は MC 自由人、誰の縛りも受けないで、旦那は DV 亭主関白、言うこと聞けといつも怒鳴られ、人権侵害マジシンガー、人権侵害マジシンガー、でも絶対に従うもんか、なんてだって私は自由人、束縛なんてされないぜ。今では旦那尻に惹かれ、赤電化のハッピー家族。イエーイ。私は MC404、 どこにも属せぬチューブラリン、週交われば朝となるなんて、交わろうとすればするほどバージンがたくさん、新宿何が自粛だよ。